皆さんどうも、クリプトマフィアのボスとビットマン TV でございます。いや、お願いします。お願いします。いきます。2本目ということで、この動画の1個前は、芝、はい、芝、まあ順番 ね見ている方違うかもしれませんけれども、そうですね、楽しんでいただけたらというふうに思います、はい、ちょっとね、芝コインの方で破格系で、はい、島、はい、あ、ごめんなさい、あれでございます。はい、あれです、芝で芝かれた、そういうごめんなさいね、ありがとうございます。本当に、私が今芝かれそうになりました。ビットマンからね、まだプレスされました。私の、私がね、言いたいこと分かりました。いや、分かりました。汲み取る能力100ぐらいあります。やばいっす、やばいっす。いや、もう芝で芝かれるので、芝かれるとお願いします。また、全然馬ないやないかい。分かってます。皆まで言わせないでください。よろしくお願いします。行きましょう。はい、2個目、今日2つ目ですね。何でござんしょ。はい、今日は、はい、皆さんお待ちかね。はい、あ、ちなみに、エンドゥーに今行くんですよ。危ない危ない。めちゃめちゃやっぱ明るい感じで、はいはい、やるのもいいね。そうですね。あの、早い時間帯にね。そうなんですよ。遅い時間帯にやってましたからね、今まで。いや、今日は出てきてないですよ、はい、彼は。今日はいない。本当に。もう芝つながり、芝刈りしたら出てきてないですよ。あ、なるほど。もう芝刈ろうとしますから。はい、ね、芝刈るか、みたいな。これ何の話をしているのか、はい、どこの話で出てきました。マティックがメインですか、ね。マティックが出てきてるかなって。後ろに大釜持った、はい、マントを羽織った人が常に立っている。メンタルマネージャー、並びにボスでございます。はいはい、よろしくお願いします。お願いします。早い時間最高ね。はい、最高ですね。ということで、ごめんなさい、話脱線しましたけれども、はい、何でございましょう。はい、本日は、はい、エヴァドーム。来たねー。ドーム。ビットマン TV のほぼ代名詞みたいになってます。エヴァドーム。はい、代名詞。来ましたよー。はい、ドームでございます。好き。大好きですか？なんか知らんけど好き。ああ、そうなんですね。そう。まあ、そもそも、まあ、概要っていうか、説明はね、はい、話しますけど、うんうん、ビットマンって結構宇宙が好きなんで、あ、そうですね。そうなんですよ。だから、そういうところも含めると、ロマンがね、溢れてて、ああ、なるほど。そうそうそう。めちゃくちゃロマンチックなこと言ってるんですか？あの、小さい頃のビットマン TV の夢、はい、ガチめに、うん、あの、パイロットでしたから。あ、なるほどね。そうそう、高校ぐらいまで、パイロットになると、はいはい、俺はパイロットになるんだと、はいはい、思っていましたけれども、いかんせん目がね、めちゃくちゃ悪くて、あ、そうか、視力ね。そうそうそう、今はね、結構あの、ほら、緩和されたらしいんだけど、はいはいはい、結構僕たちぐらいの年代の時って、うんうん、あの視力の裸眼も結構関わりがあってね、あ、ダメだ、もうそれでも諦めたっていう経緯があって、空とか、はい、宇宙とか大好きなの、はい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 、ですから、はい、ちょっとドキドキワクワク、なるほどね、よろしくお願いいたします。オッケーね、はい、じゃあそんなビットマン君の大好きな宇宙をテーマにした、はい、行きましょう行きましょう、行きますよ、うん、ドームでございます。いいねいいね、はい、ドーム好きなんですよ。いや、もう大好きが止まってくる。いや、珍しいね。いや、でもこのね、好きなんです。いくつかあるね、ビットマン好きな中でも結構まあ好き。大好きだ。あ、行きましょうよ。いつもの通り。好きなんですよ。いや、ちょっと待って。分かったんだから。好きは。で、ありがとうございます。気持ちはありがたいよ。すごく進行しやすいからね。乗ってくれて嬉しい。いや、嬉しい嬉しい。好きっていうのはね。はい、はい、分かりました。進行してんの。でも、好きすぎて進まないから。分かる、分かりました、分かりました。ね、もちろんですね、溢れて、溢れてしまいました。そうそう、ちょっと押し殺してね。分かりました、押さえます、押さえます。こうしてるよ、こうね。分かりました。好きを、好きをちょっと。じゃあ行きましょう。いいですか、はい。はい。時価総額からいきますよ。時価総額、約3270万。なるほど。でございますと。え、急な、急激に下がりましたよね。3270万。そうです。3000万円 ?3000 万円。嘘、マジで。奥も言ってないんですよ。で、やばいの？これは、順位が、まあ、関係してるんですけれども、うん、ドームは現在、時価総額ランキング544位でございます。まあ、一気ね。今日現在ですよ。ええ。あの、ここら辺はもう順位がね、こう、まあ、変動するからね、だいぶ変動しますけれども。っていうことは、3000万ぐらいあったら、全部買い占められるっていうパターン、うん。買い占めることができるんですよね。なるほどね。そうすごいな。はいはい、わかりました。はい。発行枚数も1000億枚と、はい、いうことで、うんうん、はい。少ないね。少ないですね、数がね。うんうん、1000億枚。はい。なるほど、なるほど。1兆とか、うん、1000兆とかではありませんから、はい、もう1000億枚という。はい、なるほど、なるほど。はい、わかりました。最高値に関しては、2022年の2月と、はい、いうことで、0.09 ドルぐらいですね。0.09 ドルぐらい。はい、そのぐらいの価格が、はい、最高値ですと。最高値、ね、いうところですね。だから、はい、今の価格が 0.001 ドル、はい。はい、そうですね。0.001 ドルということは、はい、まあ、言ってしまうと市場最高値から、うん、今もう100分の1ぐらいになってるってことだね。100分の1に近いです。そうですよ。はい、0.001 ドル、今。うん、で、最高値が 0.1 ドルぐらいですから、うん、100分の1になっちゃう。このぐらいになってると。市場最高値つけたのが2022年2月、うん、去年の2月ですから、そうですね。1年半ぐらいで100分の1って、うん、やべえな。やべえよ。私好きなんだけど、好きなのに、エヴァドーム。好きが溢れてる。溢れてるんだけど、ちょっと怒ってる。買ってください皆さん。みんなに。煽ってないです。ごめんなさい、ね。行きましょう、行きましょう。はい、100分の1。そうですね。うん、じゃあ、エヴァドームの追い立ち行きましょうか。行きましょう。はい。火星をコンセプトにしたメタバースプロジェクトでございまして、はい、現実と変わらないレベルの見た目で、うん、そうだね。メタバース内に入り込むことができると。はいはいはい。いうのが一番の魅力であると言われております。そうだね。はい。メタバースも、言ってしまうと、まあ、たくさん多分あると思うんですけど、はいはいはい。やっぱりほら、有名なので言うと、ザ・サンドボックスとか、サンドボックス。ディセントラランドのマナとか、マナとか、ああいったものが、メタバース系では有名なところ。はいはい。ね、そういったところのメタバースっていうのは、まあ、ちょっとこう、うん、なんていうんですか、あの人形みたいなね、うん、ものが、やっぱ
こうコンセプトになってると。そうなんですよ、ね、ただこのエヴァードームに関しては、うん、なんかかな、アンリアルエンジンだったかな、うんうんうん、あれものすごく最新技術を使って、うん、ものすごくリアルに近い、はい、ものが言ってしまうとできると、はい、まあメタバースもねやっぱりこう、うん、いいですか、はい、溢れる愛を、愛を語ってください、本当に。メタバースもね、はいはい、やっぱりこう分かれると思うんですよ、はいはいはい、だから、うん、結局メタバース空間っていうのは、うん、実生活とは違う人生をその中に生み出させるっていうのがある意味一つのコンセプトでもあるじゃないですか、はいはいはい、だから、うんうん、自分のこの容姿とは全く違うものをその中に求める人もいれば、はいはい、まあ、いわゆるザ・サンドボックスとかマナみたいな感じでいれば、いや逆にもう一つの自分としての、うんうんうん、いわゆる人生を全く同じような人物像としてメタバース空間の中に投影させたいなみたいな、いわゆるこういうリアル系、どっちかに分かれるんじゃないかなという感じで、利用する側がね、どっちが流行るか分かんないですよ、はいはい、やっぱり確かに確かに、うん、だから、うんうん、そのメタバースの今後の発展度は、うん、まああるとは思うんですけど、うんうん、どこのメタバース空間が流行るか本当に分かんないし、リアルがいいのかリアルがリアルは嫌なのかっていうところの好み分かれると思うんで、はいはいはい、そのうちでのかなりリアル寄りな方ってことね、うん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 、分かりました、そうですね、はい、はい、で、このメタバース空間の中では、うん、他者とのコミュニケーションはもちろん、うんうん、まあ、ビジネスで稼いだりすることもできると。うんうんうん、メタバース空間はそうですね。はいはい、っていうのがありまして、うん、今後ですね、うん、この、ドームなんですけども、デバイスの性能の向上や 5G などの登場で、クオリティがね、今よりもさらに高くなっていくと、まね、いうことで、リアルをさらにリアル追い求めていくぜくらい。いや、そうなんです、そうなんです。うんうんうん、だからさらにですね、メタバース空間の中で、リアルな体験型っていうものができるようになってくるよと。うんうん、残念ながらね、残念ながら、うん、ちょっと今遠い目をしたよ、今ね、めちゃめちゃね、うん、こう近未来的な話してるじゃない、あ、はいはい、ね、だから実際のビットマン TV だったらビットマン TV でも風に住んでるんじゃないかみたいな、あ、はいはい、体験ができるぞみたいな、ただプロジェクトとして、うん、まだほぼ動いてないって言われてます。それ出てきますよ、話の中で。それはね、あの、ちょっと出てきます。出てきますよね。今度の流れが、はい、あの、現在進行中とか、あの、になる予定ですとか。だからそういった意味で言うと、ザ・サンドボックスとか、あの、有名メタバース関係、今もう実際に、もうね、うん、こう、実際に人々が体験できるよっていうところまで全然追いついてないと思うんで、うん、やっぱそのスピード感が気になる人は気になるかなっていう感じ。確かにですね。うん、お願いします、ね。はい。はい。ちゃちゃ入れすぎました。いえいえ、とんでもない。あの、そういった部分も、まあ、あの、ちょっと待って。好きなんです。わかったよ、マジで。要所要所で溢れてくるじゃん。わかりました。このメタバース空間ですね、さっき稼げますよということも言ったんですけれども、はいはい、土地の売買ですとか、うん、それからアイテムの売買、うんうんうん、企業がメタバース内に広告を出すとかですね、うんうんうん、まあ、こういったことも含めてイベントの支払い系とか、うんうん、そういったものも含めて仮想通貨のそのドームというのがこの空間の中では使用されてます、うんうんうん、売ってますよ実際ね、オープンシーとかでも出品されてますし、あーですよ、ね、結構人気、うんうん、本当にこうなんかペンタゴンみたいな形で、はい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 、もう土地を持っている人が、うんうん、その土地になんかこうね、うん、自分で選んだ絵みたいなものを貼り付けられる機能をつけたんですよ、はい、あーなるほど、そうそう、だから例えばビットマン TV だった、ビットマン TV が土地買ったら、うんうん、その何区画かね、大きな土地を買ったら、うん、その中にビットマン TV が好きな絵をポンとも入れたりとか、なるほどね、そういうところまでなってるんで、はいはいはい、はい、うん、まあ実際に売られてますと、なるほど、いうこと、そのアイテムの売買機能って NFT として多分売られるんですよね、そうだよね、だからアイテム自体は、うんうん、あの見てない、土地だけは興味があるから、なるほど、見たけど、アイテムは見てないんですけど、どういったものが売られてるのかっていうのはね、なんかね、基本は NFT として、やっぱりこう、売買というものがされるみたいな、はいはい、鍵付きでね、もちろんね、されるということがあるようでございます。はいはいはい、はい。で、エヴァードームの、その正式のリリースっていうところは、まあ、まだ未定ということでございまして、うん、まあ、こういうところが出てくるんですけどね。ここよ、うん、はい。わかりました。はい。まあ、今後はね、NFT、うん、この、ジェネシス NFT ですね、うんうん。失礼しました。ジェネシス NFT を所有していれば、うんうん、プレイが可能になるということと、そうだね、はい。このジェネシス NFT にね、メタマスクを接続することで、うん、エヴァードームをダウンロードしてプレイすることができるよ、という情報は一応出てはいます、うんうん。なんかね、鍵みたいなやつが売られてる、確かに。ああ、なるほどね。ジェネシス NFT っていう、なるほど。ピタみたいなやつがあって、それを持ってる人が、だから言ってしまうと先行で、プレイができたりするよ、みたいなことを、だから言われてるんですよ。はいはいはい。OK、ですなるほどね、はい、まあ、ちょっとまあ正式なリリースは未定です、まだ未定だと、一般公開は未定ということ、はい、ただまあ、土地とかそういったものも売られてはいる、うん、現在進行形では進んでいるけれども、うん、時間がちょっとかかってるよねっていう感じ、そうですね、まあ、リアルさを求めるからしょうがないところもあるんだけどね、うん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 、OK です、はい、はい、ということでございます、うんうんうん、そして、メタバース空間の中でその稼ぎ方というところなんですけれども、うんうん、まあ、実際にどういう形で稼いでる方がいるかというところでいくと、うん、さっきまあビットマンが言ってくれたようにまず土地ですね、うん、そこを所有していれば、うん、敷地内で例えばイベント開催したりですとか、うんうん、その時の入場料という形で、うんうん、まあ稼いでいる人がいたりですとか、うんうんうん、その所有している敷地や建物をレンタルをさせて、うんうん、レンタル料を徴収して稼ぐ、はいはい、まあですね、他のメタバース空間とも同じような、うんうんうん、ものとして走ってますからね、まあそうですね、うん、だから、はい、人が集まるところを作ることさえできれば、うん、多分稼げると思います、稼げるメタバースの中では、そうですね、うん、うん、で、あとさっきもアイテムの売買っていうのがあったように、うん、クリエイターの方であれば、うん、メタバース内のアイテムっていうのを制作してね、うん、そのマーケットプレイスで売
たりすることで収益を得ることができると。なるほどね。ただ、うんうん、リアルさを求める NFT を作らないといけないから難しいかもね。確かにですね、技術的にはというか、うん、あの同じメタバースでサンドボックス、 あっちだったら結構、はい、うん、あのその NFT を作る人を支援するシステムをねリリースしてるんですよ。あ、なるほど、ね、だから一般の人でも結構簡単に作れたりするらしいの。クリエイター向けのってことですね。そうそうそう、あ、なるほど。あ、クリエイター向けもそうだし、クリエイターじゃない人も作れる。あ、一般の人でも。一般の人でも。あ、それすごいな。そう、だからそういった意味で言うと NFT にメタバースめちゃめちゃリアルだから参入するのなかなかもしかしたらクリエイターとしても難しいかもね。なるほどね。確かに確かに。 OK です。はい、はい。で、メタバースが従来のメタバースと決定的に違うのはエヴァドームがね、はい、はい、エヴァドームが、うん、あのとにかく綺麗と。そうなのよ。もうここに関しては、うん、もう絶対に負けないというのが、うんうん、まあ、ネット上に、ネット上にもたくさん書かれてまして、はいはいはい、さっきビットマンも言ってくれたんですけど、まあ、アバターのね、うん、制作っていうところに 3D スキャンがあったりですとか、うん、すごいですよこれ。だからね、はい、ドバイの方で、うん、一時ねやってたんですよ、はいはいはい、3D スキャンって言って、うん、本当にタイムマシンみたいなカプセル、はい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 、ドーム型の、それこそ本当ドーム型のタイムマシンみたいなやつに人が立って、はい、周りからずーっと360度でスキャンするんですよ、はい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 、それをリアル化して多分こうアバターとして生み出させる。いや、そういう形 の、うん、あのシステムがあるんですね。だからなんで人気か、なんで好きな人が好きなのかって言ったら、うんうん、かなり本当に近未来的なイメージがものすごく強いから、うん、はいはいはい、ところがありますよ。なるほどなるほど、はい、OK ですね、はい、それから先ほど言ってくれたアンリアルエンジンですね、うん、それも出ておりました、うん、もうとてつもなく現実と区別がつかないほどのリアルなグラフィック、うん、グラフィックが描けると。メンタルがもう一人いるみたいな感じですか。いや、そうですよ。いやいや、そうです、そうです。お前の総資産3万円これなんで総資産をアバターと、アバターと共有してるんですかみたいな、アバターもそういうのは3万円だ、3万円だねっつってそこまでコピーされるからね、なるほど、はい、はい、というところがありますというところですね、うんうん、あとは、提携企業の、一つであるメタヒーローというところがですね、うんうん、この提携先がすごいんですよ、うん、ディズニー、うん、トヨタ、うん、フェラーリ、うん、こういった世界的なね、うん、あの企業という有名企業とパートナーを結んでいると。どこがいうところが、メタヒーロー、メタヒーロー、これまたね別通貨がありますから、はい、メタヒーローっていう通貨は、そうですね、提携企業、なんですけれども関係があるよってことね、はい、エヴァドームとメタヒーロー関係があって、はい、そのメタヒーロー側はってことね、うん、そうですね、 OK です、はい、というところで、いろいろと噂を呼んでいる、うん、ドームなんですけれども、うんうんうん、このエヴァドームですね、仮想通貨で ETF が行えるプラットフォームとしても有名でございまして、うんうん、あのテンセット、皆さんご存知ですかね、うんうん、テンセットの第3ジェムとして発表されているんですね、もともとはね、はい、そう、過去にそう、うん、あのテンセットっていうのが元、またこれ別通貨があるんですよ、うん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 、10って書いてセットっていうね、そうですね、テンセットっていうものがあるんですけど、うんうんうん、これはね、これでまたね、その通貨の話になったら面白い話が多分、多分出てくるんですけど、はいはいはい、初めはね、うん、テンセット自体がものすごく怪しいものなんじゃないか、言われてましたよね、めちゃめちゃ言われてて、もうこれ詐欺だぞみたいな言われてました、言われてたの。ただそのテンセットっていうね、さっきあの、うん、ボスが言ってくれたように、うん、第3のジェムとか、第3ってね、こういった言葉がまた出てきます、うんうん、あのジェムっていうね、うん、いわゆるあの通貨上場プロジェクトっていうのがあるんです、はいはい、プロジェクト、それが第1から、うん、今第6までやってます、6、そうですね、第1から第6までジェム、うん、ジェムっていうのが、うん、さっきも言ったように通貨上場プロジェクト、うん、でそのうちの3番目にこのエヴァードームっていうものが選ばれて、うん、そのテンセットのジェムプロジェクトの方で、うん、まあ言ってしまうと上場したというな、はいはい、なるほどなるほど、で、うん、その時にものすごく話題性があって、うん、言ってしまうとね、うん、あの上場後、うん、ものすごい金額が爆上げしたんですよ、何百倍という、ね、はいはい、金額に跳ね上がったということで、一気に人々の注目を集めていったというのがもう出だし、そうですよね、このエヴァドームの、はい、200倍とか300倍とか多分つけてたと思う。いや、すごいですね、上場直後、その倍率はすごいですね。 それがだから、まあ最高値 0.1 ドルっていうところで設定されたんですかね。そうですね、さっき言った最高値、うん、最高値の部分までもう上がっていったと、うん、そういう意味で言うと、うん、今100分の1ぐらいになってるんで、うんうん、上場、まあ、いわゆるそのジェム販売の時の価格に今やっぱり近づきつつあるということだよね、うん、そうですね、してしまうとね、はい、分かりましたけど、そういう流れで、うん、テンセットから発表された第3のジェム、エヴァドームっていうのがこれ元々の流れです。そうですね、はい、OK です、はい、で、まあ、今はですね、うん、まあ、ちょっと価格的にこう下がってきているところはあるんですけれども、うん、やっぱり皆さんが気になる今後の予想価格ということで、うん、ね、うん、エヴァドームどのぐらい上がっていくのかというのが出てますので、はいはい、ここもしっかりと伝えていこうと思います。行きましょう。まあ、その前にね、ごめんなさい、うん、さっき言ったようにジェム、あ、ジェムに関しては、はい、これまた一気にね、他の第1、うん、第2、はい、第3がエヴァドームですから、はい、4、5、6って、うん、これ一気にね、はい、あの同じ、タームの動画で発表していこうかなと思います。あ、そうですね、結構今までの流れも終えるだろうし、もうちょっと追加で言っていいですね、はい、もちろん、まあ、テンセットの時にね、はい、あの通貨紹介の時にまた詳しく言いますけれども、はいはい、このテンセット自体はね、うん、まあ、このジェムっていうこの新規通貨の上場プロジェクトに参加する優先権みたいなものが、うん、そもそもあるんですよ、はい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 、それが言ってしまうとテンセットを、うん、ロック、うん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 、預けて、はい、テンセット何千枚か、今5000枚ぐらいかな、うん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 、預けて、はい、行くと、はいはいはい、いわゆる運営の方にね、うん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 、そうすればこのジェムっていうプロジェクト、はい、これの優先権を与えますみたいな、はい、あ、なるほどね、購入優先権あげますよ、そういったものがやっぱりこうね
あるんですよ。あ、うん、はいはいはい。ですから、わかります？イメージとしては。イメージ、うん、分けやすいわけです。で、その、テンセットを、まあ、さっき言ったように預けると。はい。ね。これ、今5000枚ぐらいなんですけど、もともとはね、安かった。3000枚とか2000枚とか、そこら辺ぐらいだったと思うんですけど、はいはいはい、やっぱりテンセットの、このジェムの人気がね、ものすごくて、うん、その預ける枚数がどんどん増えていってみたいな。はい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 。ただ、直近では、うん、まあ、今ね、ジェムの話してますけども、まあ、関係があるんで、うんうん、直近ではね、あまり、このジェム関係、ジェムプロジェクト、新規上場プロジェクトって、ちょっと勢いが衰えてるんで、あ、このエヴァードームぐらいがね、本当に最後のバーンだったかも。確かに衰えてますよね。衰えてますよ。話題性がなかなかね、乏しくなってきた。確かに確かに。で、あと一つだけです、うん。このエヴァードームがめちゃめちゃね、バズった理由が一つだけあって、はいはいはい、一つっていうか、まあ何個か要因もあるんですけど、リアルさを求めているってそういうのもある。はいはいはい、だけども、有名なね、青汁さんですよ。青汁さん。美咲さんですよ。はいはい、この方が結構関わってた。なるほど。そう、エヴァードームを、うん、めちゃめちゃ動画の中で押してたんですよ。あ、そうなんだ。そう、それの一つ、このエヴァードームがものすごく価格としてバズった要因。なるほどね。そうそう、そういう背景があって、エヴァードーム。結構、うんうんうん、メタバース関係の中では知られる通貨でなって、だってランキング500位以下ですよ。まあ確かにね、うん、そういう意味で言うとね、埋もれてもしょうがないけれども、結構知ってる方多いのは美咲さんの、まあ、おかげもあるのかな。確かにそうですね、名前って知ってる人多いですもんね、うん、結構エヴァドームはまあ有名だよねっていう感じ、うんうん、なるほどなるほど。そうそうそう、だからそういった流れがあるんで、はい、まあいろいろエヴァドームの、通貨のことであるとか、うんうんうん、まあいわゆる火星を舞台にしたね、はい、メタバース空間で、その中で使える通貨エヴァドームですよっていうところもありますし、もともとの出所であるとか、なんでそんなに有名になってるのっていうね、うんうんうん、要因がそこら辺にありますから、なるほど、今後がどうなっていくのかっていうのは予想価格をちょっと聞いてみましょう。そうやって、いや上がるのかと。そうだよね、今からどうだ、うん、まだね、リリース、本リリースされていないっていうのが、確かに実際は期待感が持てるところだとも思うんですよ。確かに今の状況、100分の1に落ちてる状況で、うん、全部リリースしてますよだったらなかなか難しいかも。確かにそうですね、うん、だからそういう意味で言うと、うん、伸びしろあるんちゃうかなと思うんですよね、うんうんうん、お願いします。いきましょうか。はい、はい、じゃ あ、 予想価格なんですけども、はいはい、おさらいとして現在の価格言ってきましょうね、はい、0.001ドルでございます。はい、はい、まずビットコインウィズダムの予想でございますが、はい、2023年、うん、0.002 ということで2倍、はいはい、でございます。2023年、はい、2倍になるんちゃうかということで、ね、はい、2倍ぐらいいくぞと、はい、OK です。そして2030年、はい、でございますが、はい、0.01、なるほど、ということで今の10倍、おお、2030年には今の10倍、うん、まあ言ってしまうと、なんで同じことを2回繰り返してるか言ってしまうと、もリリースされて、はいはい、需要も高まってきてるんじゃないかっていうところもあるでしょうね。そうですね、そこも含めての心配だけども、うん、史上最高値からはまだ10分の1の価格っていうこと、うん、そうですね、なるほどね、はい、でも今からは10倍ぐらいになってる、10倍になるよと、 OK です言われております、はい、もう一つデジタルコインプレイス、はい、出しております。2023年、はい、0.002、同じですね、同じね、今から2倍ぐらい、はい、今の2倍ぐらい OK です、はい、2030年、うん、0.01ドル、同じなんですよ、同じか、同じ予想ができて、今の10倍ぐらいになるんじゃないかなってこと、2030年には、はい、なかなか期待持てるよね、持てるんじゃないですかね、そういう意味で言うと、はい、やっぱりこれはリリースっていうところが、本リリースっていうところが、うん、その価格要素の根底にはなってると思うけどね。そうですね、さすがに今から6年、うん、7年ぐらいすればね、うん、まあ、さすがに本リリースはもうされてるでしょ、されてると、うん、いろんな企業との提携によって、うん、より一層ね、リアルさを求める企業がエヴァードームに入ってくる可能性もありますし、ありますね、なんか、うん、地球を舞台にしてるわけじゃないから、うん、ものすごく火星っていう離れたところで、はい、舞台にしてるじゃないですか、うんうん、だからリアルなんだけどリアルさがないっていうのもまたこれ魅力の一つかなって。確かにね、なんか火星っていう場所はね、まあ確かにものすごく、うん、届かないところのっていうね、そうそうそう、行けないじゃない、どうか、確かに確かに、だからそういうところがちょっと期待が持てるかなと。 で、ね、直近 の、 チャート系の動きで言うと、はい、長い間ね、うん、大きくバーンと下落をしていってからの三角持ち合いものすごくでかいやつ作ってたんですよ、うん、作ってましたね、三角持ち合いっていうものをね、こう作ってたんですけど、それを直近でバーンと割り込んで、うん、一気に暴落していったんで、今実際そこをタイミングとしてビットマン TV も開発目をまた、うん、を直近で行っていたというところ、ね、あ、そうですね、一応リアルな話でございます。確かに確かに、うん、結構今回の暴落を機に、うん、買っていった方も多いんじゃないかなという感じはするけど、うん、時価総額とか見るとね、うん、だからそこまでの威力がないというところで、まあ、逆に今からにちょっと期待かなっていうところでございますね。 OK でございます。はい、ということで、エヴァードーム面白いね、メタバース系1個目、そうですね、1個目のメタバース、はい、どん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 ね、はい、またまた面白いものを皆様のもとにボス、はい、お届けしていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ということで、はい、行きましょうボス、ラストの仮想通貨、はい、エヴァドーム、はい、とお願いいたします。火星で火星じゃお、そっち違うでしょ。